にちは、ヒカックゲームズです。ということで今日はですね、話すだけの動画になるんですけど、ちょっとですね、撮影時点でメンテナンスがまだ延長しているということで、今何が起きているのかっていうのと、そこに対してですね、ちょっと僕が思うことっていうのをお話していきたいなと思っております。で、ちょっとどれぐらい話すかわからないですけど、この動画10分以上になっても途中に広告入れないと思いますので、はい、最後まで見ていただけるとすごく嬉しいなと思っております。はい、で、今の現状についてですね、まだ理解できないって方も結構いるんじゃないかなと思うので、整理していくとですね、昨日プレオープン期間の延長っていうのが発表されました。もともとですね、今日の17時で終わる予定だったんですけど、それが1週間延びまして、31日までがプレオープン期間という形になりました。で、当然ですね、 FP とかも来ないことは告知されたんですけど、同時にですね、今日の木曜日っていうのが一応定期メンテナンスで、11時から17時までメンテナンスだったんですけど、一旦開けたんですよね、確かね。16時ぐらいに一旦開けたんですけど、その後17時前にまたメンテナンスが入って、そこからですね、ずっと延長がされているという状態になっております。で、撮影しているのがですね、だいたい20時半ぐらいなんですけど、現時点でメンテナンスも開けてないですし、終了時刻は未定という形になっております。僕もですね、ちょっとツイッターで反応したんですよね。はい、こんな感じのツイートとかをしたんですけど、ちょっとですね、皆様に誤解を与えてしまったかなっていうところと、僕の文章力がなかったせいで、なんか間違った解釈をされてしまってるんじゃないかなというところで、今回ですね、動画でお話していきたいなと思います。僕なんか文章を書くより話す方が得意なので、はい、そういったところでちょっとね、こっちの方がね、本心が伝わるんじゃないかなと思って動画にさせていただきます。で、まあ今ね、いろいろね、状況起きているんですけど、前提としてですね、理解していただきたいのは、僕は怒ってないです。個人的には全く怒ってなくて、結構こういうツイートするとですね、ヒカック切れてるとか、ヒカックなんか怒ってねとかって言われるんですけど、ぶっちゃけそんなことないです。で、僕はですね、まあ感情として怒ってないっていうのはあるんですけど、僕に怒る権利はないと思ってて、なぜならやっぱ僕のツイッターだったりとか YouTube がですね、これだけ盛り上がってるのもウイレアプリがあったおかげですし、まあ僕が何よりウイレアプリがすごく好きなので、そもそも怒る権利がないと自分は思ってるという形になりますね。まあなんかね、結構これ言うと媚び売ってるって思われる方もいると思うんですけど、まあそこ仕方ないっていうかさ、僕自身もやっぱりコミュニティ自体盛り上げたいと思ってるので、っていう中で基本的にコナミさん側に立つのはもうしょうがないのかなと思っております。はい、まあ立場上っていうのもありますけどね。はい、なので実際怒ってはないです。はい、そこだけ理解していただきたいっていうのと、あとですね、今のメンテだったりとかプレオープン期間の延長自体も正直仕方ないと思ってます。はい、僕もですね、 IT 系の会社で勤めていたので、自分のサービスにバグが起きた時の焦りだったりとか、早く直したいって気持ちはわかりますし、ましてやですね、ウイレアプリみたいに莫大なユーザーが世界中にいるサービスだったら、多分その気持ちって100倍ぐらいだと思うんですよね。コナミの社員さんがですね、まあ、メンテしたくてしてるわけがないので、はい、そこに関してはもう仕方ないと思ってはいます。はい、ショックではありますよ。1ユーザーとしても、1配信者としても、FP が来なかったりとか、まあいろいろメンテでね、アプリができないっていうのはすごくショックなんですけど、まあメンテ長いだろって言ってね、短くなることはないですし、そんなこと言われなくてもですね、まあ全力でサービス再開に向かって走ってると思いますので、はい、そこに関しては仕方ないと思ってます。はい、思ってるって、この2つのですね、大前提を理解した上で聞いていただきたいなと思うんですけど、だけど、やっぱり今回はですね、ちょっといろいろ後手に回りすぎてるかなっていうのは正直あって、まあ2、3週間前にですね、告知していた FP、これさ、やっぱ結構みんなのさ、期待が高まってたんですよね。結局6月から FP がずっとなくて、久々に FP 復活するんだっていうこの流れの中で、その FP がですね、前日に突然取りやめになったりとか、あと試合系だったりとか、まあやっぱりね、プレイをする上で割と重大なバグがあったりとか、あとはメンテが大幅に延長したりとか、まあね、批判されても仕方ないんじゃないかなって客観的には思うぐらい、まあいろいろとね、まずい流れが起きちゃってるのかなって思っちゃってます。っていうのがあるっていうのと、まあただね、これって結果論だし、実際いくらテストしてもですね、想定していないバグっていうのは起きるものなんですよね。で、しかもですね、まあ現実起きてしまってる以上、仕方ないと割り切るしかなくて、結局 FP が出せなくて延期してるわけで、そこに対してですね、 FP 出せよって言っても、いや FP 出せませんとしか言えないんで、そこってなんかもうそれ以上議論しようがないと思うんですよね。なので僕はそこに対して、まあまずいとは思ってるんですけど、そこに対して批判するつもりはなくて、僕がどっちかというとやっぱり気になるのは、それにまつわるユーザーへの細かい配慮かなと思っていて、これがですね、まあ例えば2、3週間前からさっきも言ったね、 FP が前日じゃなくて2、3日前にもう少しね、なんか状況を含めて告知できなかったのかなとか、あとはですね、メンテ延長するのは仕方ないんですけど、どんな問題が今起きてるのかってね、ちょっと一言ツイッターで伝えてくれたりとか、あとはね、バグとか発生した時に、監督の契約更新のバグとか公式ホームページで告知されてましたけど、それもですね、まあユーザーからしたら4日か5日前ぐらいか
から起きてたバグなんですよね。あれ、それもうちょっと早く告知できなかったのかなとか、なんかそういう細かい配慮がですね、やっぱり僕としてはすごく気になるんですよね。でもちろん FP に関しては直前までね、 FP 出すように準備してくれてたって考え方もあるんですけど、それにしてもですね、結果的にはですね、前日の告知になってるっていうのは紛れもない事実なので、はい、そういったところ考えると、もうちょっとですね、ユーザー目線で情報発信をしてくれると嬉しいなと思ってるんですよね。まあね、ウイルアプリが好きだからこそ、こういうところでのユーザーの取りこぼしってもっともったいないと思うんですよね。はい、でメンテナンス中にですね、ウイルアプリのレビューがかなりすごいことになっていて、まあ結構話題になってましたけど、まあアプリだからこそですね、ああいう若い世代も含めてたくさんのプレイヤーがいると思うんですよね。でそういう特に若い層とかは、他にたくさん面白いゲームもありますし、一つのアプリから離れるのなんて割と一瞬だと思うんですよ。はい、っていう中で、なんかこういう細かい配慮があったら変わったりとかするんじゃないかなって思うからこそ、なんて言うんだろう、この歯がゆい気持ちというか、もっとここはできるんじゃないかなって思ってしまうんですよね。はい、なんか僕はずっとね、YouTube 始める前からそうだったんですけど、なんか改善策のない批判みたいのは一番最悪だと思ってて、結局さっきも言ったように、ね、FP 延長だったりとか試合のバグっていうのは、もちろんそこに対してね、バグがあるよって伝えることは大事なんですけど、そこに文句いくら言ってもですね、それって改善策ってもうコナミさん早く直してしかないので、もうそれ以上ないと思うんですけど、けどユーザーへの告知だったりとか配慮って意味では、まだまだなんかね、僕ら目線でもこれやればいいんじゃないのっていうことがいっぱいあるので、はい、なんかそこはですね、伝えたいなって気持ちになって、ツイートしたんですよね。ちょっとそこがね、やっぱり僕の文章力が足りなかったせいで、いまいち伝わりきってなかったところがあったのかなっていうのは、思ってしまいましたね。はい、で、結構ですね、こういうツイートするとよくある批判が2つあって、1つは無料でプレイしてもらってるんだから文句言うなっていう意見なんですよね。でこれ僕だけじゃなくて、他のツイッターのね、ユーザーの人とかも言われてるのよく見るんですけど、確かに無料でプレイはさせてもらってるし、そこに対して感謝を持つべきだと思うんですけど、それとですね、意見を言わないっていうのは僕全く別問題だと思ってて、誹謗中傷は絶対ダメです。公式アカウントにですね、暴言リプを送ったりするのは違うと思うんですけど、コミュニティとしてですね、ゲームが良くなる方向へ公式へ意見するのは僕絶対必要だと思ってて、それはちょっと無料でプレイするっていうのとは全く別問題なんじゃないかなと思ってます。結果的にですね、そのですね、運営が良くなるっていうパターンも十分あると思ってますので、さっきも言いましたけど、誹謗中傷はダメですけど、意見は無料だろうと有料だろうと、有権利はユーザーにはあるんじゃないかなと思ってます。でもう一つですね、あるのは、僕、これは僕に対してなんですけど、影響力あるからネガティブな発言するんじゃないよとか、そういう発言するんじゃないよって意見も結構あるんですよね。でこれはね、結構難しくて、共感するところも結構あるんですよ。でなんでかっていうと、まあね、自分で言うのちょっと気持ち悪いなと思うんですけど、まあ確かにですね、ウイルアプリっていうコミュニティ内では、まあある程度影響力のある自分がネガティブな発言すると、やっぱりですね、コミュニティがそういう雰囲気になりがちっていうのはあるんですよね。もちろん全員がそうとは言わないですけど、なのでちょっとツイートした後にですね、そこは若干反省したところもあったんですけど、じゃあいつも肯定的な意見を言うべきなのかっていうと、それも違うと思うんですよね。影響力があるからこそ言わなくちゃいけないタイミングっていうのはあると思ってて、なんか僕の直感でそれが今なんじゃないかなって思ってツイートしたところもあるので、はい、総合的に考えれば、ツイートしたタイミングだったりとか、まあそれはね、間違ってなかったんじゃないかなと個人的には思ってます。ただ言い方はすごく大事なので、今回もう少しマイルドな言い方ができるんじゃないかなっていう点では結構反省してたりはしますね。はい、なので、まあ難しいですね。影響力があるからこそ発言には気をつけなくちゃいけないんですけど、ネガティブな発言をするなっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思ってます。まあ基本的にポジティブになることはすごく大事なんですけどね。はい、なのでこの2つに関してはちょっと僕とは意見が違うんじゃないかなっていうのはありますね、正直。はい、で、まあ最後にですね、まあいろいろ話したんですけど、まあ最初にも言った通りですね、僕はすごくウイルアプリが好きですし、そもそもウイルアプリで生活させてもらってますし、もっとユーザーが増えてほしいと思ってますし、もっとみんなで楽しんでコミュニティを大きくしたいと思ってるし、まだまだですね、例えばクラロワみたいにですね、プロリーグができたりとか、もっともっとウイルアプリに可能性ってあると思ってるんですよね。もっと大きな世界を描けると思ってて、だからこそ悔しいんですよ。すごく悔しくて、僕ができることはね、力を貸したいからって思ってるからこそ、なんかちょっと今回のはショックだったなっていうのが、今回みんなに伝えたかったことというか、ツイートの本質という形になりますね。はい、なので、まあちょっとね、誤解してしまうところもあったかもしれないんですけど、はい、理解していただけるとすごく嬉しいなと思っております。ということで、まあね、ちょっとネガティブなことも言っちゃいましたけど、基本的にはですね、みんなでポジティブにウイルアプリを楽しむ方向でいけたらいいかなと思ってますので、メンテナンス後早く開けることを祈ってますし、開けたらですね、全力で楽しんでいきたいなと思ってますので、はい、そんな感じでやっていきたいなと思っております。ではですね、明日の動画もまた見ていただけるとすごく嬉しいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。